バラビータハモンカルマンズのカイロプラクターの橋本英二です。今回はプランク系のトレーニングをやってみたいと思います。体幹を鍛えるのにはよくいいと言われているのが、肘をついて手をしっかりとサポート支えてですね、足をこのように重ねてお尻を浮かせるということだと思います。ただそれだとより胸郭を意識した方が刺激が入りやすいので、この状態というのは下の胸郭が伸びていますから、この胸郭を縮める感じですね。で、上側の天井の方に近い胸郭は縮んでますから、こちらを伸ばすようにすると上げやすくなります。それを意識して手を上げるとより刺激が入りやすいです。でなおかつ足で円を描いていきます。反対回りです。8の字を描きます。反対回り、無限大を描きます。このように足を動かすことで丸と八と無限大が描けますので、今日高めたい方はなさってみてください。今度は反対向きです。肘をついて足を重ねて胸郭を意識ですね。下の胸郭はこちらの胸郭は伸びてるわけです。上側は縮んでいます。こちらをお尻を上が浮かせるために上を伸ばして下を縮めるということをします。このように胸郭を動かします。手を上げます。足を動かしていきます。次に今度は上の足で体を支えます。下の足はフリーにします。また同じことをしています。ただ支えるのは上側の足だけです。胸郭を動かします。上側を伸ばして下側を縮める、いい感覚ですね。手を上げて膝で円を描いていきます。無限大8、意識して動かしていきます。先ほどやった片足で体を支えるようにします。胸郭は上側を縮める、下側は上側は伸ばす、下側は縮めるということをしてお尻を浮かせていきます。手を上げてまずは膝で円を描きます。無限大8の字も描きます。このようにするとプランクでやって気をつけていただきたいのは、お尻で支えている感じもよく意識的に使われているかどうか感じてみてください。もう一度やってみます。肘をついて足を重ねた状態で胸郭を動かします。手を上げて足を動かしていきます。足が動かせない方、お尻が浮かせられる方、精一杯の方お尻だけ浮かせたらよいと思います。足も骨盤で円を描く、八を描く、無限大描くようにしてみたいと思います。反対側です。胸郭を動かします。足を動かしていきます。次に上の足で体を支えるようにします。下の足の膝で円を描くようにします。足で体を支えます。円を描きます。8の字、無限大を
描いていきます。あ、そうですね、お尻が浮かせるのが精一杯の方は無理して足を動かさなくても構いませんが、余裕がある方は足も動かしてみてください。体幹に刺激が入るようになると思います。ご覧いただきありがとうございました。